マイルズ・バーケット・ホスターは、イギリスの画家である。水彩画を得意とし、挿絵画家としても人気があった。タインウィアのロース・シールズに生まれた。1830年に、家族は、ロンドンに移り、父親は、酒造会社、MB ・ホスターサンズを作り成功した。ホスターの美術の才能を見た父親は、ホスターを、雑誌、パンチや、イラストレーテッド・ロンドンニュースに挿絵を描いていた。 木版画家のランデルスの弟子にした。1846年に独立して、挿絵画家として働き、書籍やイラストレーテドロンドンニュースなどの挿絵を描きながら1850年代になって独学で水彩画を学んだ。挿絵画家として成功し、水彩画家としても、1860年にイギリス水彩画家協会の会員となり、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの展覧会に長く出展を、続け油絵の出展を含め、400点余りの作品を出展した。歌子メーカー、キャドバリーのビレイ絵柄のチョコレートボックスの原画を描いた一人である。1893年に体調を崩しサリー州のウェーブリッジに移り、ウェーブリッジで没した。ありがとうございます。